寝た。竜王と寝た。おはようございます。昨夜は随分とうなされていたようですが、何か悪い夢でも見ていたのでしょう。ではどうかお気をつけていってらっしゃいませ、っていうね。なんか確かにそうだね、悪い夢見た気はするわ。例えば、あ、でもちゃんと用意してる。うん、ちゃんとね、剣を持ってますね。うん、例えばなんか海パン履かされたりとか、変なマント着せられたりとか、変な小屋に閉じ込められたりとかね、なんかそういう夢を見せられたような気はしますね。うん、じゃあまあちょっと夢にうなされたとか悪夢を見させられたのあるけど、竜を倒しに行きますか。はい、戻ってきました。竜王の前ですね。さて、こんな飛んだ詐欺野郎をねぶちのめしてやりましょう。わしは待っておったその他の若者が、この辺もいいやね、省略で。なりません。世界の半分ですか。悪い話じゃないですね。はい、愚か者め、思い知るがやい。ぶち切れば。でも大丈夫、ワンマンの殴り合いだからね。ワンオンワンだよ。へい。100減ったらデフォインかな。これ第二形態あるからちょっと温存したいんだよね。おお、早い。口ほどにもねえな。竜王の次第が竜王の姿が次第に薄れていく。パカ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 。ちょっとだけ。なんと竜王が正体を現した。出た、この曲懐かしいね。これでいけるか、大丈夫か。知らない。おっと、えぐいね。おっと、どうしようかな。満タンできるだけ維持していこうか。しょぼいね。そんなものかよ、お前の気は。おっと、激しい炎が強い。えい、あ、これは回復だな。うん、ああ、あれ、そうでもないか。おいおい、どうした。お前の炎は岩を溶かして爪は鉄を切り裂くんでしたよね。思ったより弱かった。何のあれもない。何の、なんか断末魔とか遺言とかないの。ただ光の玉を取り戻しただけになってしまった。うわ、あっさり、あっさり。ちょっとした選択の違いで闇の世界になったというのに、こんな簡単に倒していいのだろうか。ただのりは光の玉を竜の手から取り戻した。かざすとまばゆい光の、ん、まばゆいばかりの光が辺りにあふれ出す。そうでね、世界平和戻ったらもう自力であそこまで帰らないといけないんだけど、キベラの翼ないんだよね。なので歩いてきます。でね、結構好きな表現なんだけど、毒沼が全部お花畑になるっていうね。あ、頭の中じゃなくて実際に花咲き乱れるんだけど、これこの演出がめちゃめちゃ好きで、なんか平和になった感がね。ほら、モンスターも一切出ないし。あ、やべえ、洞窟は暗いままだったわ。待ってね、ちょっと忘れ物した気がするんだよね。あ、どうも、はじめまして、ただのりと申します。ああ、私を助け出してくださる方がいらっしゃるなんて、目の前でスルーしたけどね。私はラダトームの王女ローラと申します。もしあなたがおいでにならなければ、私はいずれ竜王の妻に。え、そうだったの。じゃあなんで竜王の城に置いてなかったんだよ。ああ、考えただけでも恐ろしいですわ。全くタイプじゃないのに。ただのり様、私をお城まで連れて帰ってくださいますのね。いや、歩いてみる。そんなひどい。ただのり様、私をお城まで連れて帰ってくださいますのね。
いいえ、そんなひどい。これ永遠に。おい。あ、たどねさん、嬉しゅうございます。え、ポッ。ポって何？はいや、これんの。ちょろろ。姫ちょろろ。このまま竜王の城に行ったらそれはそれで面白かったかな。まあいいや。あ、ついちゃった。敵に会わないと早。敵に会わないの早いね。ちなみに平和になったお話聞かせてよ。ついに竜王を倒されたのですね。これ全部の町聞きたいけどめんどくさいからいいや。ここの町だけで満足してもらおう。ええ、わかりますとも。見てください、この世界のすがすがしさを。これは世界に再び、平和が戻った証。ありがとうございました。まさかあの竜王を倒してしまうお方がいたとは。あなたこそ誠の勇者です。そうです、誠の勇者なんです。話は聞いたぜ。人は見かけによらないって言うけど全くその通りだよな。せせ、あ、でついてくるギャルじゃん。あなたとてもかっこいいわよ。男の中の男ってあなたみたいな人のことね。そうなんですよ。そうです、私ただのりなんです。あ、え、泊まれんの？ちょっと休憩していこうか。休憩、ちょっと休憩ね。休憩。おはようございます。お、言うんだ。ゆうべはお楽しみでしたね。はい、実に楽しかったです。はい、ということで、どうも、王様。あんたの娘さんいただいちゃいました。クソ不謹慎だな。ダメだ、やめとこう。お、ローラ、よくぞ無事で戻った。無事じゃないな、無事じゃないんだよ。もう奪われるものは奪われてしまった。誰か早う姫の手当てを。手当てを。大丈夫、看病はもうしたから。解放したよ、解放したから。ああ、解放したけどね。ただのりよ、この度のそなたの働き誠に見事であったぞ。全ては古い言い伝えのままであった。じゃあ俺が頑張ったんだよ。すなわちそなたこそは勇者ロトの血を引く者。そなたこそこの世界を治めるにふさわしいお方なのじゃ。お方って急に言い出したな。手のひら返しすげえな。どうじゃこのわしに代わってこの国を治めてくれるな。しかしあなたは言いました。いいえ、もし私の治める国があるなら。声高えな。闇の戦士になったせいじゃなかったんだな、あの声の高さ。でも普通に喋ろう。それは私自身で探したいのです。そうか、そういうことならもう止めまい。ただのりよ、気をつけて旅立つのじゃぞ。待ってください。ま、お、手当て、手当ては。足引きずってない、その進み方は。そのあなたの旅にローラもお供しとうございます。このローラも連れてってくださいますね。やだ、そんなひどい。そのあなたの旅に、もう前からずっとこれずっと繰り返す、ずっと繰り返すね。はい、嬉しいございます。もうイエス前提の問いかけやだな。さあ、ただのりの新しい旅立ちじゃ。それでいいのか、王様。やっと数ヶ月ぶりに戻ってきた娘ですけど、いいの？あ、いいんだ。あ、もうこれ公認、公認なんだね。兵士もラッパのなんか練習してたんだろうな、ということでした。はい、これがドラゴンクエスト1の物語ですね。一応まあ、あのビルダーズの交互実況やってて、一応なんつうんだろうな、この1ありきの作品だったので、ワンの話も分かるとビルダーズも面白くなるかなと思ってちょっと始めたわけなんですけど、ビートライブプランの西村、田辺剛、松田さん、坂口、高橋さん、いや、いろんな方が携わってたんですね。まあでもこれね、あのリメイクというか、そういうのはちょっとされてて、
最初のね、ほんとファミコンかな、ファミコンで出た時、ほんと主人公がずっとこっち向いたまま、画面の方を向いたまま、横歩き後ろ歩きしていくみたいな。おー、ヨースピーいいんじゃん。ヨースピーってめっちゃ気軽に呼んじゃったけど、斉藤洋介さんいいんじゃん。結構携わってんな。っていう感じだったんだけど、まあリメイクされたおかげでね、主人公がいろんな方向を向いて、ついに後頭部のエビフライを見せてくれるようになったわけなんですけど、いやでも最初だから、パッパから進んで楽ではあった感じかな、レベルも30まででマックスだしね。これが2になるとレベルのマックス確か50になって、3以降が今まで通りの今と同じの99レベルで完走になるっていう感じだったと思うんですけど、いやー、できれば2もそのうちやりたいかな。実は2はそんなにやったことがないんですよ。最初の方だけとか感じなんですよね。で、3もちょっとやったことないので、で、ダウンロードでね、2と3も遊べるので、ちょっと今度、時間があったらやりたいと思います。ドラゴンクエスト1。ありがとうございました。こんなまとめ方でよかったかな。